皆様こんにちは。さあ今日はですね、エレクトーン演奏グレード受験シリーズということで、楽曲演奏という項目についてお話をしていきたいと思います。エレクトーン演奏グレードというのはエレクトーンの演奏の試験になります。今回私が説明するのは、その中でも5級から3級というですね、指導者レベルとされるちょっと難易度の高い方の試験になります。大きく分けると3つ演奏の項目がありまして、一つがこの前まででお話ししていた初見演奏、今回説明する楽曲演奏、即興演奏ですね。この3つの科目の総合得点で合否が決まります。全部で100点満点のうち、まあ、75点取ると合格ですよという試験なんですけど、そのうち今回説明する楽曲演奏は40点と比較的配分の高い科目になっています。楽曲演奏というのはですね、いわゆるレパートリーの演奏、もともとある楽譜を演奏するということで、グレードの中では一番準備がしていきやすい科目になります。他のね、まあ、即興とか初見とかはその場に行って楽譜が出てきたり、その場で自分で考えなきゃいけなかったりして、結構アドリブ感満載なんですけど、楽曲演奏だけはね、自分で準備していきますので、自信を持って臨みたい項目ですね。この動画では楽曲演奏について、まず当日の流れというのをご紹介します。そして当日受けるまでのその準備、どんなことするかということ、練習のコツ、この3本立てでお話をしたいと思います。楽曲演奏って一番最後なんですよ。即興演奏でメンタルをそがれ、初見演奏でメンタルをそがれ、最後にやってくる。基本的にはもう言われた通りに演奏するだけなので、一応演奏順番っていうのも課題曲、自由曲、自作曲って順番決まってるんですけど、試験官の方がエスコートしてくださるので、あんまりこう順番覚えなきゃとかいうことはしなくて大丈夫です。で、後ほど詳しいこと説明しますけれども、課題曲というのは1曲しかないんで、もちろんこれ弾くって決まっていて、あと自由曲っていうのはですね、何曲か持ってくうちの当日は1曲演奏することになります。これ弾いてねっていうのも試験官の方が言ってくださるので、その通りにすれば大丈夫です。あとは、3級の人だけ自作曲の演奏というのもあるんですけれども、これも自作曲弾いてくださいって言われるので OK です。当日の流れの唯一の注意点としては、途中で止められることがあるっていうことですね。これは別に聞くに耐えない演奏だからとかそういうことじゃなくて、当日の全体の試験の進捗状況だったりとか、あとは曲がね、もう繰り返ししかありませんとかいうような時には試験官の方が途中で止めていいですよって言ってくださることがあります。その時は忠実に従って止めてください。ただ基本的には最後まで弾き切る気持ちで弾いていってください。実際に最後まで演奏することもよくあります。準備ですね、いわゆる事務的な準備をしなきゃいけないこととしては、必要な数だけ楽曲を持っていくということですね。詳しい内容についてはエレクトーン演奏グレードの要項というのを見ていただければいいんですけれども、それぞれの級によって用意しなきゃいけない曲というのが変わってきます。楽曲演奏というのは大きく分けると3つ曲の種類があります。一つは課題曲、これは課題曲集というのがもうそれぞれの級で決められていて、その中から持っていく楽曲、これがそれぞれの級全部1曲ずつ必要になります。で、次に自由曲というのがあります。自由曲はもう名前の通り自由にしてよくて、市販の楽譜のグレード5から3って書いてあるやつから持っていったりとか、あとは1曲だったら自作曲とか自編曲とかも入れて OK です。5級と4級は3曲ずつ、そして3級は4曲必要になります。そして最後に3級の人だけなんですけれども、自作曲が1曲必要になります。なので全部合計すると、5級の人は4曲、4級の人も4曲、そして3級の人は6曲必要になります。次にそれぞれの項目について確認していきます。まず課題曲、これはさっき言ったようにもう決められてる楽譜があるので、そこから自分で1曲選んでくださいというものです。曲集としてはですね、5級で4種類、そして4級と3級はね、本一緒なんですよ。で、4種類あります。いわゆる JOC と呼ばれる昔のなんていうんですかね、オリジナル曲の発表会っていうんですか、から生まれた曲の曲集というのが2パターン、クラシックの曲ばかり集めた曲集というのが2パターンあって、その4パターンが5級に対してと4、3級に対してあります。ちなみにどれぐらいの難易度かっていうと、5級で言うと早春という
昔出した演奏とかね、とかあと浮かれバイオリンもこの5級のオリジナル曲集のやつですねになってます。あとは8つのショープレリュードとフーガ、バッハの曲ですけどね、これは4・3級のクラシック曲集の方に入ってます。このあたりのまあ大体難易度だと思ってもらえればいいのかなと思います。でこの課題曲については市販のあのレジストっていうのがないんですね。つまり音色とか自分で作っていかなきゃいけないので、そこもまあすごく受験する上では勉強になるのかなと思います。クラシックなんかは基本的にはもう誰かが演奏してる CD 買ってきてそれを忠実に再現するような形でいいんですけど、いわゆる JOC のオリジナル曲集の方は割と自由度が高くて自分でいろいろいじれるかなと思います。そう、ちなみにね、私の記憶が正しければなんですけど、私が一番最初に5級受験した時って5級で課題曲2曲必要だったんですよ。でしかもオリジナル曲集から1曲でクラシックから1曲っていう選曲をしなきゃいけなくて、でいざ受験しようと思ったら直前に1曲になったんで結局早春だけにしちゃったんですけど、たまにねそういうこともあるので曲数のチェックはこまめにしておいた方がいいと思います。さあ続いて自由曲ですね。気をつけなきゃいけないことがあって、実はですね、あの自由曲って選曲結構見られてる説あります。そもそもね、要項に全て異なる作曲家編曲家の作品から選択してくださいっていう記述があるんですよ。しかもその下にできるだけ幅広いジャンルであることや曲奏テンポ等の違いも考慮し選曲してくださいって書いてあるんですね。つまり同じようなもんばかり持ってくるんじゃねえっていうのはこの段階で言われてるんです。まあそういった文言がわざわざ記載される一番大きな理由っていうのは、やっぱりエレクトーンっていろんな楽器の音色が出せたりいろんなリズムが出せるっていうのが一番魅力な楽器じゃないですか。なんでやっぱり指導者レベルと言われる人たるもの、ある程度はやっぱりそのバリエーション使えてほしいっていうのが意図としてはあるんですよね。なのでやっぱりどっかのジャンルに極端に偏ってるとか、このアレンジャーさんプレイヤーさんが好きだって言ってもその人のやつばっかりはちょっといくらなんでも指導者レベルとしては不適格じゃないっていうことを言ってるんだと思うんですけど、まあそうは言ってもね、基本的には市販の楽譜の5から3級って書いてあるやつ、あるいはあの5級の人だったらね5級って書いてあるものから選べばよくて、偏りがないっていうことさえ気をつければね基本的には何を選んでも大丈夫です。ただ1個だけ気をつけなきゃいけないのが XG 音源が入ってる、まあいわゆるサポート演奏的なものが入ってるデータっていうのは受験の時使えないんですよ。市販のね曲集でそういう音源が使われてる場合って、あの目次のページにこうやってね書いてあるんで使ってますよって、こういう曲は避けてあのメンバーを組んでください、楽曲メンバーを。あとはまあ、 あの自作曲とかね自編曲は1曲だったら入れて大丈夫なんで、持ちネタがある人はどんどん入れていっていいと思います。個人的に思う自由曲のその選曲のコツなんですけど、もちろんねさっき言ったようなその幅広いジャンルとかテンポの違いとかももっとよりなんですけど、あの特に3級受ける人は曲数がとにかく多いんで練習効率っていうのも考えなきゃいけないんですね。なので1曲は抜け曲を作っとくのをおすすめします。具体的に言うと自分の練習がそんなに大変じゃない曲、例えばやっぱりあのテンポのゆっくりな曲って比較的弾くの楽じゃないですか、そういう曲を入れるとか、すごいガンガン弾く技術勝負の勝負曲ばっかり入れるっていうよりはそういう曲も入れつつ穏やかに聴けるようなで自分の練習も楽なような曲を入れつつってした方が結局バリエーションも広がるし自分の練習もしやすいです。あとはさっき言ってた課題曲なんかも幅広いジャンルが自分が弾けますよっていうのを証明する証拠にできるので、自由曲がポップスに寄ってっちゃった場合は課題曲はドクラシックを選ぶとかいう風にするとそこでねまたバランスが取れるようになります。あとはあの3級の人向けなんですけど自作曲、これね1曲必要なんで準備をしていってください。レベルとしてどんなものが必要なんですかねっていうのを疑問に思う人もいると思うんですけど、グレードの5から3級の市販楽譜を見ればいいと思います。プレイヤーさんのじゃない普通 の、 あのジャズとかディズニーとかのね曲の5から3級のやつをと、まあ引きを取らないような難易度の曲だったら割と何でも OK です。自作曲の気をつけなきゃいけないところは楽譜の提出があるので楽譜しっかり用意してください。自分で弾くだけだとね意外といらないんだよね楽譜、作ってるうちに覚えちゃったりとかしてもうええわみたいな感じで楽譜書かないっていう人もいると思うんですけど、グレード受験するときは試験官の方にちゃんとその楽譜渡りますので
準備をしてください。楽譜の準備自体は手書きでもパソコンのソフトとかで作ったのでもどっちでも大丈夫です。ただちゃんと分かるように書くというのと、減点はされないと思いますけど、やっぱり書き方、繰り返しのねマークの付け方とか、その辺もやっぱり試験官の方によってはよく見てますので、ちゃんと書いていった方がいいです。やっぱりこういう市販楽譜に書かれてるようなことは最低限書くぐらいの認識でいいのかなと思います。試験官の人に楽譜を渡すんですけれども、当日受付した時にその登録シールみたいなの渡されるんですね。そこに曲名書いたり、あと自分の名前書いたりっていうのが受付行った後に必要になるので、そういう作業があるんだっていうことだけね、3級受験される方は忘れずにいてもらえたらいいのかなと思います。楽曲演奏はね、割とそうは言っても普段から練習してる人がほとんどだと思うので、私からアドバイスするっていうのは特に何もないと思ってるんですけど、これがグレード固有のことかなと思うところについて軽くお話をしておきたいかなと思います。まず一つは、グレードを受験することになって初めて挑む曲やジャンルっていうのが出てくる方結構いらっしゃると思うんですね。で、そういう時って思ってるより練習に時間がかかる。苦手なジャンルとかに挑戦するっていう方はですね、もちろん練習をすることは大事なんですけど、同じぐらいそのジャンルの曲を聴くっていうのも大事だと私は思っています。クラシックとジャズって全然違うんですよね。ノリそのものが、クラシックとジャズも全然違うし、ラテンはラテンで全然違うし、で普通のポップス系はまた全然別になってって、ってもうね、ジャンル違うと本当に弾き方、音の出し方、強弱の付け方、もうでも全然変わってくるんですよ。なので普段クラシック聴いてる人が、例えば試験が1ヶ月後だからジャズの曲練習しますって言ったって絶対できないから、5級くらいだったらもしかしたら OK にしてくれるかもしれないけど、そうは言ってもね、楽譜が弾けてれば3級とかだったら容赦なく落とされますので、基本的にはやっぱり初めて挑戦するようなものはそれなりに準備をしていく必要があると思ってていいと思います。あとは演奏自体も自分で弾いたやつをちゃんと録音して確認するっていう癖があると、自分で一人で聴いた時になんか違うんだよなみたいなところに気づけるのでおすすめです。そして、課題曲とか、あと自作曲とかね、自分でレジストを用意していかなきゃいけないという曲も入ってきます。こういったところもですね、トライアンドエラーと言いますか、自分で作ってみて、で実際弾いて聴いてみて、なんか良くないんだよなって思ったところをまた改良してっていうのを、これ何回もやっぱり繰り返す必要があります。で特に5級とかだと初めてデータ作りやりますとかっていう人もね多いと思うので、慣れない作業ほど早く着手して何回も何回もやって聞いてやって聞いてを繰り返すっていうのがですねいいと思います。あとは一番大事なのは自分で決めて自分で意思を持って弾くこと、それが結局強弱だったりリズムの揺らし方だったり音使いの上手さに出てくるところだと思うので、そこはねやっぱり一回真摯に曲と向き合って、自分と曲を友達にして、まあ、本番に挑むっていうのが必要かなと思います。ということで、今回はですねエレクトーン演奏グレード5から3級の楽曲演奏という項目についてお話ししました。楽曲演奏はねあんまりこうグレード特有じゃないというか、比較的みんないつもやってることだと思うので、いつもやってることをいつもやってる通りに試験本番でもやるということが意識できればいいのかなと思います。ただねさっき言った通り課題曲みたいな独特のものが設定されてたり、広いジャンルから選ばなきゃいけないっていうことで勉強になる楽曲演奏になると思うので、ぜひいろんな人に挑戦してみてもらいたいなと思います。またねエレクトーン演奏グレードに関して質問がありましたら随時コメントを受け付けておりますので、動画のねコメント欄に書いていただけたらなと思います。それでは今回もご覧いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。